まあ、前週のその、労働的な職務。それは自己管理術なんですけど、自己精神管理。まあ、前週の用語は、その、精神病患者に対する治療でもよく使われるかな。もちろんそれは生活訓練、実際に実技的なね、布団片付けたり掃除したりね、そういったこととセット、料理調理実習の、実は精神病患者に施されている生活訓練を含めた治療というのは実に全集やな、あれわかるやろ。で、その中の一環に自己精神の管理、強い管理っていうのは自分でしないときに人にしてもらったら、じゃあどんなんとか、自分の哲学、自己哲学で自分の遺伝子を管理、自分の細胞は自分の、自分自身の自前の自分の遺伝子特有の哲学で自分の細胞を管理やろ。これ全身の考え方やねん。これが自力本能考え方、自分の遺伝子特有の自前哲学で自分の細胞は管理する。これ自力本能でなくてなんやな。今この後ろの外は気にならん。所詮の布団やから、あんたらの布団ちゃうやん。これ一宮を照らす。